皆様こんにちは。タロット歴25年目に入りましたモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今現在政治で浄化をしております。はい、じゃあ改めましてこんにちは。はい、今日はですね、40歳以上の方限定、40代、50代、60代の方以上でしょうか。はい、大人の恋愛ということで、今日はあの人の気持ち、今後の流れというのをしっかりと見ていきたいと思います。まあ、私と同世代の方がやっぱり一番 YouTube を見ていただいてるんですね。35歳から50歳ぐらいまでが一番なんかチャンネル登録者数とか多いんですよ、私。だからやっぱこう何かこうなんて言うんでしょうか、こうシンクロじゃないんですけれども、こう通じる何かっていうのがあるのかなと思いまして、今日はそのね、同世代の皆様、あとは私よりも年上の方向けにメッセージを送らせていただこうと思ってます。はい、今日を使っていくのはですね、まずは、はい、こちらのカードでお相手様の気持ち、これからの流れっていうのをケルト十字でしっかりと見ていきたいと思います。そして、まあ、こちらのドルフィンさん、ロマンスエンジェルカード、あとはエンジェルアンサー、こちらのカードで、まあね、お相手様の気持ちをさらに深掘り、そして、まあ、アドバイスっていうことで見ていこうと思ってます。はい、選んでいただきたいのは本日3択ご用意しております。グリーンのボトル3、ピンクのボトル3、ブルーのボトル3、グリーン、グリーン、ピンク、ブルー言葉が出てこない失礼いたしました。はい、こちらの3択からお選びください。まあ、私は個人鑑定でも YouTube でも上げ下げなくお伝えをしております。でも心に寄り添うということ、それはしっかりと心に置きながらリーディングをしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速グリーンの皆様から見ていきたいと思います。はい、じゃあグリーンの皆様、お待たせしております。で、今日は大人の恋愛ということで、はい、撮らせていただいております。ね、関係性がね、きっといろいろだと思うんですよね。この人の、まあ、気持ち、これからの流れ、アドバイス、そこまでしっかり見ていけたらと思ってます。はい、じゃあ見ていきますね。さて現状、星ですよ。とっても素敵なカード出ましたね。いや、うまくいってる人多いんじゃないでしょうか。はい、そして、まあ、これはね、まあ、障害とかね、まあ、こうした方がいいよっていうこと、それにね、ゆりが出てますね。なんかもっとエロくなった方がいいのかななんかね、こうしっかりと愛し合うことが大切なのかなっていう、こう体の結びつき、なんかそれもね、すごく重要な気がします。うん、なるほど。はい、で、あの人の頭の気持ち、あら、ワンちゃんが出てる、いいじゃないですか、ワンちゃん。うん、はい、そして、あ、もうなんかあの人のね、深い気持ち、怒りですよ。お、これはね、はい、あの人の頭の気持ち、そして心の気持ち、ワンちゃんと怒り、もうこう絆が強いというか、こうなんかね、男女を超えた絆の強さを感じるんですよね。もうこう精神面、なんかね、そこがね、すごく強いなって感じ。
はい、そして過去は？お、すごい、太陽が出てる。過去から太陽、すごいですね。太陽と星、まあ。そして未来は？お、道が出た。なんかね、悩んだり、選択したりっていう可能性があるのかもしれません。はい。そして、はい、これは、グリーンのボトルさんの気持ちがキーというカード。いや、ポジティブですよ。そして、はい、お相手様の状況。クローバー。なかなかいいですね。はい、そして、まあ、願望というかね。そっか、複雑な恋愛なんですね。なるほど。はい、そして未来が、子供のカード。なるほど。行動も。はい、そして、お、ここでクロスが出たぞ。クロス。はい、そしてその後、すごい、ハートが出た。ハート、なるほど。そして、はい、雲が。ね、ちょっと結果として雲が出ました。そして一番下のね、まあ、世界カード。これはもうお二人のご縁とか、まあね、何か象徴を表すんですけれども、はい、ここにコウノトリというカードが出たので、なんか子育てがキーワードですね。なんかこう、子供を育て終わった後とかね、育て上げた後に、こう、お二人の関係が変わってくるのかなっていう、そんな感じがしました。はい、じゃあ今ね、カードを開きながらも、まあ、少し解説をしたんですけれども、もう一回お伝えをさせてください。まずは、そうですね。なんかちょっとこう結論から先に言っていいですか？お二人の恋って、終わることはないと思うんですよ。終わることはないんだけれども、こう、しばらく、どっちつかずっていうか、こう、はっきりしないような、お互いは好き合ってるんですよ。お互いとっても好き合っているし、言葉で言うと本当に両思いとか、お互い信頼してて、お互い大好きな人、大切な存在っていうのはしっかり出てます。でも出てるんだけれども、物事のね、白黒っていうのがはっきりつけれなくって、グレーの状態がこう続いていくんだろうな、しばらくは。っていう感じがします。で、それはどうしてっていうと、まあ、お相手様にお子様がいるのか、グリーンのボトルさんにね、お子様がいるのか、はたまたお二人ともにお子様がいるのかっていう、やっぱりね、こう、子供がキーワードのような気がします。だから、お子様が、いわゆるある程度、これがね、まあ、もっといくつかっていうと、その人それぞれで、子供が成長したとか、大きくなったっていう価値観が違うと思うので、何歳っていうのは言えないんですけれども、いわゆる、あ、私は僕は、で、これで親の務めが終わったっていう、そこまでは、お二人の関係がね、こう、今の状態のままいくと思うんですよ。で、その間にはこれからおそらく数年っていう時間かもしれないけれども、やっぱり2人の間でね、とってもラブラブって思えることがあったり、はたまたね、やっぱりこう、なんで私たちにはこんなにストレスとか不安が大きいんだろうっていうことで、こう不安に押しつぶされそうになったり、そういう状態が続いていきながらも、いずれお二人の未来って晴れると思うんですよね。晴れるっていうのはサンシャインの太陽、これが晴れると思う。で、どうしてかっていうと、まあ、雲がね、しばらくこの雲っていう状況になるんだけれども、いずれこの雲がなくなって、ね、ピッカーンと晴れるような、そういう状況になるだろうと思われます。で、まあ、それが何でかっていうと、まずね、過去の段階でね、太陽ってカードが出てるんですよね。で、おそらくなんだけど、お二人は過去生からご縁があったようです。で、そして今回再び出会えたと、そういう状況だと思います。で、どうして出会えたのかっていうと、やっぱりお二人が今回は幸せになるために出会えたはず。だから、ね、ここ、なんかね、時間はすっごいかかるかもしれないですよ。すっごいかかるかもしれないけれども、やっぱりね、この晴れがね、ずっとね、お二人のご縁って続くと思うんですよ。なので、曇りの後はきっと晴れるよっていうのが、お二人の長い未来というか遠い未来だと思います。
で、お二人の今の現状を見てると星、なんかね、こうしょっちゅう会うとかじゃないかもしれなくて、こう適度な距離が気持ちいいっていう、すっごい大人な恋愛な気がします。むっちゃかっこいいですね。 なんかかっこいい、かっこいい。そしてなんかね、いつもべったり一緒とかじゃなくって、やっぱお互い自立してて、なんかお互いの今の現状を分かってる上で、なんかね、その範囲で精一杯付き合ってるような、そんな感じがするんですよね。で、お相手様の気持ちっていうのが、なんかね、異性っていうよりは、こう、同志がすごい強いって気がするんですよ。なんかこう、絆強いぞみたいな。なので、アドバイスとして、もっと体の関係持っていいんじゃないかみたいな、それが出てるような気がします。お二人のね、そのつながりってすごい素晴らしいと思います。ただ、もしかするとベッドの中でも、なんかこう、愛し合うっていうよりは、なんか腕枕をするとかね、されるとか、こう、なんかね、そっちの時間の方がもしかしたら長いかもしれないですね。で、まあ、もし、なんかお互いが求め合うのであれば、まあそういう愛し合う時間、それももう少しでお二人の時間に入れてあげてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、今後の流れをこう見ていてもですね、なんかこうね、やっぱりこう悩んだりとか、で、こう、ちょっとしばらく会えなくなったりとか、まあ、そういう可能性って出てくるんだけど、でもやっぱり素晴らしいハートとか、ね、この太陽ってカードが出てるんですよね。現状も星なんだけど。で、今のこの流れを見ていると、そうですね。1月、2月、3月、4。なんかね、2月の上旬ぐらいに、ちょっとこう、二人が、まあ、岐路に立たされる。なんか悩んじゃう、そんな感じに見えます。で、2月、3月は、こう、お子さんにちょっと手がかかったり、そういう風な時期かもしれません。で、まあ、3月、4月ぐらい、ちょっとお二人が忙しくなったりとか、少し、こう、二人の関係が、こう、小停止というか、そんな感じになるかもしれない。でも、その後っていうと、またね、こう、暖かく、そして激しく愛し合うよっていう流れ出ています。なんかね、問題ってあんまり見えないです。なんかこう、お相手様のこの気持ちと、お二人がこう、しっかりこう、つながってるから、いや、もうこれは大丈夫だろうみたいな、そんな感じです。じゃあもう少しね、あの人の気持ちを、はい、じゃあ深く見ていきましょう。はい、じゃあね、あの人の気持ち、頭の気持ち、心の気持ちということで、カードを1枚ずつ取っていきましょうか。はい、頭の気持ち。ちょっと待ってくださいね。はい、で、心の気持ち。はい、見ていきましょう。さて、はーい、頭。はーい、ステイオプティミスティック。もうね、これはグリーンのボトルさんの気持ち、お相手様にしっかりと届いてます。プレイフルネス出ましたね。はーい、なるほど。 なんかね、ふふってちょっと今私笑ってしまったんですけれども、なんかね、こうグリーンのボトルさんのなんかこう、小悪魔的な要素が可愛い、色っぽいみたいな感じで思ってるみたいで、お相手様から見るとすっごいそそられるみたいな、そんなお気持ちがあるので、なんかね、もう少しお相手様はやっぱり愛し合いたいんじゃないかなと思うんですよね、実際に。そしてこのね、お相手様からするとやっぱりけなげにグリーンのボトルさんが待ってくれていること、もうしっかり分かってます。やっぱりね、将来一緒になりたいってきっとお二人思ってると思うんですよね。で、思ってるけれども、グリーンのボトルさんって、こう賢いからね、こう言わないと思うんですよ。で、言わないんだけれども、そのけなげさはお相手様にしっかり伝わってる。だからいずれね、グリーンのボトルさんのことを迎えに行きたいっていうふうに思っているような、そんなね、お気持ち出てますよ。はい、じゃあね、アドバイス見ていきましょうか。
こちらのカード2枚取ろうかな。アドバイス。アドバイスと、あとね、ドルフィンからも、はい、これアドバイス。これは1枚にしよっかな。ドルフィンさん、ちょっともう一回。はい、ドルフィンさん。はい、じゃあ見ていきましょうか。はい、おー、これはすぐですね。これは嬉しい未来だ。はい、アドバイスで。おー、なるほど、You are ready. はい、そしてこれは、あ、素敵なカード出ましたね。はい、これがね、天使様からのメッセージ、ドルフィンさんからのメッセージっていうことで、お伝えをさせていただきます。おー、なるほど。何か、このね、近い未来、私は今の状況からいくと、早かったら1月の下旬、2月の上旬だと思うんだけれども、なんかね、こう、お二人が、まあ、こう、道を決めるっていうか、覚悟を決める、そういう状況がね、来るみたいなんですよね。で、その覚悟っていうのは、お二人にとってもちろん、なんか幸せなこと。状況がこう前進するよっていう出来事。前進する。そして、その準備は、まず、ね、グリーンのボトルさんもお相手様もできてると。だから、あとはお二人が決めるだけだよっていう、そういう状況がね、もうこの1ヶ月以内に来ると思います。うん、来る来る来る。で、うん、そして、なんかね、こう、お子さんのこととか決めるのかなーって感じがね、早かったら。決めるイコール行動するとはまた違うんだけど、でもこうお二人の間で何かこう目安というか目処っていうのをつけるような気がします。そしてはいね、まあこれはグリーンのボトルさんかなね、なんかこうご自分で思ってらっしゃるよりも秘めたパワーとかこう力強い強さっていうのをグリーンのボトルさんってしっかり持ってらっしゃる方だから、あのね、こううまくいくよって言ったらちょっとね、言葉は、簡単なんだけれども、こう、夢を力に変えれるパワー、それはグリーンのボトルさんあるよっていうふうに、ドルフィンさんが言ってる。だから自分の力とか、自分の潜在能力、潜在的なパワー、ポテンシャルですね。それをしっかりと信じてみてねっていうふうに言ってるのが、ドルフィンからのメッセージのような気がします。お二人はね、もう過去生から縁があって再び幸せになるために出会ったよっていう、私はそういう流れに見えますね。きっとね、やっぱりね、いろいろあるんですよ。もういろいろある。でも最終的には私はね、この雲の後、このね、太陽になると思ってます。幸せな未来が待っているのではないでしょうか。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあピンクのボトルさん、お待たせしております。さあ今日はね、40代50代60代以上の方の恋愛、大人の恋愛ということで、はい、見させていただいております。なんかね、同世代の方いつもありがとうございます。はい、あの人の気持ち、これからの流れしっかりと見ていきましょうね。見ていきましょう。さて現状、はい、これね、見ていただいてる皆様、女性も男性もこれはピンクのボトルさんのことを示します。うん、今こう主役というか主導権があるのは、うん、ピンクのボトルさんなんじゃないかな。そしてはい、お、これはね、まあ、障害とかなんかアドバイスっていうのを表すんですけれども、棺桶というカードが出ていますね。
ね、離れちゃってるのかな。で、少し連絡が取れないとか、そういう状況なのかな。で、お相手様の気持ち、雲か。なんかね、こう悩み大きい状況ですね、お相手様ね。ああ、でも心の中、ワンちゃんですね。なんかこう、お二人、すごくつながってる感もすごくありますけどね。お相手様、悩んでるんだけど、でも、居心地の良さ、そういうのはすごくあるような気がする。で、これ、過去のカード、魚。なんかね、二人、とても、こう、キラキラ輝いてたような、居心地のいい関係っていうのが見えます。そして、未来が道か。はい。なんかね、決断を、この1ヶ月で、なんかするんじゃないかなとかね、そういう感じに見えます。はい、そして、はい。ピンクのボトルさんのとこに家というカード。ご家庭があるのかな？ピンクのボトルさんが。そしてお相手様がクローバー。はい、そしてこれも。ね、これからどうこうなっていくよっていうところに星。いいんじゃないですか？流れね。はい、そして、あ、いいじゃないですか、これも。はい、未来がライダー。なるほど。その先。ああ、月。ああ、大丈夫ですね。より戻りますね、月。はい、そして花。もうラブラブになります。そして、はい、恋の流れ。木。ああ、もうこれからもずっと続いていきますね。そして、まあこれね、世界カード。まあ、お二人のご縁とかそういうものが、タワー。なんかこう、しっかりと安定して、あ、ごめんね。つながっているよっていうふうに出てますね。はい、じゃあもう一度ちょっと流れね、見ていこうかなって感じがいたします。ああ、今ね、お相手様がね、こう、とってもこう、まあ、ストレスというか、こう、どうしたらいいのかなっていう、こう、決断がこう、なかなか出せてない状態のような気がするんですよね。で、もしかするとピンクのボトル様から今お相手様に連絡をしたりとかっていう、こうピンクのボトルさんから動いているような、そんな感じが見えるような気がいたしました。で、そうでね、今現状はピンクのボトルさんに対してお相手様が愛情があるかっていうとあるんですよ。もうなんかこう、しっかりとピンクのボトル様の人間性、それはね、すごくこう好きだよっていう風に出てるから、出てる。ただね、この悩み大きい状況っていうのが、もしかしたらね、やっぱりピンクのボトルさんに家庭があることとか、まあもしかするとお相手様にもあるかもしれないっていうことで、なんかね、先行きが見えない、こうそういう状況を今感じるような、そこかなっていうふうに思うんですね。でも、早かったら1月下旬かな。1月下旬には、なんかね、お相手様の気持ちが、こう、決まると思うんですよ。やっぱり頑張りたいとか、やっぱり好きだとか。そういう状況になって、ね、再び連絡が取れるようになって、会って、恋愛が始まって、愛し合って、そして、二人はね、まあこう、木っていうカードがね、出てるんだけれども、結論で。もうね、この恋は、もうこう、ずっと 末永く続きますよ、と。そして、まあここのね、世界カードもタワーってカードが出てて、やっぱりね、二つともね、意味がすごく似てるんですね。やっぱりこう、時間をかけていくこと。で、ゆっくり進んでいくこと。そして、二人のご縁っていうのは、もう結びついてるよ、とても強くっていう、そういうところ。だから、こう、今みたいに、例えばお相手様が不安になってしまったり、これからこの二人はどうなるのかなとか、そういうことがあったとしても、やっぱりお二人は離れることがない。なんか今までね、頑張ってきたことの歴史っていうのもあると思うんです。お二人の中に。だからこそ、これからも、
もうとにかく末永く続いていくよと。で、お二人がね、どん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 ね、お二人のいわゆる幹、この木の幹がどん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 こうどん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 立派になっていくんですよね。どこまで太くなるんだみたいな、どこまで年輪が増えるんだって感じがするんだけど、でもやっぱりそれがお二人の歴史だと思います。なんか今は何て言うのかな、こうなるよっていう、例えばね、結婚だ離婚だとか、例えば一緒に住むとか、そういうのは出てないんだけれども、でもお二人がこれからもお互い思い合いながら続いていくことっていうのはとっても大切なことだと思います。どんな状況であれ。だからなんかそこを大切にしていていいのかなって思うんですね。で、流れがまずね、ここライダーでしょ、月ね、なんか再びこう2人の関係が急速にこう惹かれ合うような、そんな状態になって、もう月だからですね、もう恋愛のカード、花もそうなんですよね。だからダブルで恋愛のカードがボンボンって出ていて、もうお互いどれだけ好きなんだろうみたいな どれだけ愛し合ってるんだろうっていうぐらいのもう感じですよ。いやー、もうこんなに好きになれる人と、ね、好きになれる人に同じように好きになってくれる、愛されるってむちゃくちゃ幸せですよね。これがやっぱりこう、まあ、言葉で言うといわゆる、まあ、若い時の恋愛とは違う、なんかただ好きとかただ幸せとかそういうのじゃなく、もう本当にその人の、例えばね、少しずつ年齢を重ねると誰でも老いていくんだけれども、その老いていくところさえ、シワの一個さえ素敵みたいなね、白髪増えてきたねみたいな、それさえ素敵って思うような、こう深い恋愛すごいと思います。それぐらいお互いこう若さとか、なんかね、そういうものだけではなく、本当にお互いがお互いの存在を大切にし合いながら2人が続いていくこと、素晴らしいですよね。そういう気がします。で、今ね、もしかするとこうちょっと連絡が取りにくかったりとか、もしかしたらそういうことが、まあ、お相手様がね、悩んでらっしゃるから、そういうことがあったとしても、いやー、でも大丈夫です 大丈夫です、大丈夫です。もうね、2人の願いが叶うって出てるので。そしてね、ここのカードの中でも星と月っていう天体カードが2枚も出てます。やっぱりお二人のご縁っていうのがこうしっかりこう強い、お二人のご縁の強さ、まあね、宇宙から見守られてる2人だよっていう、そういう風な感じで考えていただいてても大丈夫。もうご縁の強さはすごいぞみたいな。はい、じゃあね、あの人の気持ちの頭の気持ち、心の気持ちということで、カードをね、1枚ずつ取っていきたいと思います。頭の気持ち。見ていきます。はい、頭の気持ち。なるほど。やっぱりお互いがすごく自立してますね。ああ、そうなんだ。はい、これで、ね、お相手様の気持ちです。そっかー。このね、ピンクのボトルさんがやっぱりすごいね、こう切なく思ってる、寂しく思ってること、そしてまあ家庭があるかもしれないです、ピンクのボトルさんがね。でもこう家の中でもなんかこう孤独というかね、こう心があまりこう休まらなかったりするのかな。なんかそういうところもすごくお相手様がこう心配もしているような気がします。そしてお仕事もまあバリバリされてるのかなって感じするんですけれども、なんかやっぱこう輝いてる君が好きだみたいなね、そういうところが出てるので、お互いの、まあ、個性の違い、そういうのもあるかもしれないんだけれども、お互いその個性をこう受け入れながら、こうお互いの人格、
そういうものをこうそれぞれに尊重して、なおかつ愛情があるよみたいな、そんな感じに見えるんだけど、ああ心配してますお相手様。なんかこう今このお相手様自身も今ちょっと自分が不安定だと思うんですよね。でそのことに対してピンクのボトルさんにこう不安をかけてるというか心配をかけてること、そこに対しても申し訳ないって気持ちがあるみたいで、でもこのねお相手様のこのモヤモヤとした不安とかそういうものは、もう少しでもう少しでこのねお相手様の不安が取れるような感じになっているので、心配しなくて大丈夫です。こう気長に待っていただいて大丈夫です。そうするとねお相手様からも連絡来るので、ね、また会いたいとかまた声が聞きたいとかそういう連絡があるので、今はお相手様が悩んでいることに対して答えが出るのはもうちょっと時間かかるみたいなので、今はそっとしてあげといて大丈夫です。じゃあアドバイス見てみましょうね。はい、エンジェルアンサー、こちらからカードを2枚取っていきたいと思います。はい、そしてドルフィン、はい、こちらのカードからは1枚アドバイスを取っていきましょう。はい、じゃあ見ていきますね。おー、 Ask your angels。 はい、おー、 It's up to you ですね。はい、なるほど。はい、そして、はい、モーニングアファメーションス、なるほど。この恋、なんていうのかな、まず未来をねこう見てると全く本当に問題がないんですよね。今ちょっと2人の関係がこう小停止中というかそういう状態であったとしても、もう流れっていうのは問題ないんだけれども、やっぱりこういう連絡が取れなくなったりとか、こうお相手様がの気持ちが不安な時っていうのはね、これ天使さんにね、あの人はね私のこと僕のことどう思ってるのかっていうのを聞いてみてください。そうしたらね、天使様っていうのはね、もしこう聞いたらやっぱ答えっていうのをくれるんですよね。で、私これは本当によくお伝えしてるんですけれども、例えば時計を見た時、ゾロ目の数字とか、あの人の誕生日とか、ね、ピンクのボトルさんの誕生日とか、2人が付き合い始めた日とか、こうそういうところでやっぱりこう数字として表してくれます天使様が。あとは夢からメッセージを送ってくれたりとか、もう本当にね、何気ない会話とか聞こえてくる会話とかからも天使様からの言葉、答えっていう風に思っていただいて大丈夫なので、今でも、まあ、この動画にねご縁があったっていうのも、こう天使様からのメッセージの一個って思っていただいてもいいかもしれません。そしてこの恋っていうのは、私はかなりもう幸せな状況になると思うんだけれども、幸せな状況になって末永く続いていく時も、どっちかっていうとピンクのボトルさんがこう頑張っていくことの方が多いかもしれない。どっちかっていうとイニシアチブを取るのはピンクのボトルさんかもしれない。でもなんかこうそれでもいいのかなと、ピンクのボトルさんがいわゆる引っ張っていく恋愛、それを天使様はおすすめしているような感じです。そしてね、まあちょっと辛い時とかきっとねいろいろあるんだけれども、朝日をしっかり浴びましょうと、朝日を浴びながらね、あの人のことを考えながら今日も一日頑張ろうみたいな、そういう気持ちもねとっても大切だよと。で、まあ今日はね新月ですし、特にヤギ座の新月だから、長期的な目標とかすごくね願いが叶いやすい時になってます。まあ私の動画を上げるのはこれは、まあ、夕方か夜の予定なんですけれども、よかったら新月のお願い事ということで、
お月様にお願いしてみるのもいいかもしれません。とにかくね、木っていうカードとタワーっていうカードが出てるので、お二人のご縁はすっごく頑丈で強いもの、壊れることはないと思います。はい、これがピンクのボトルさんです。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあブルーのボトルさん、お待たせしております。今日は40代以上の方の大人の恋愛ということでリーディングをさせていただいております。まあ、あの人の気持ち、よいしょ、ハートがね、ポロンと落ちた 嬉しいですね。はい、あの人の気持ち、これからの流れというのをしっかりと見ていきたいと思います。なんかね、同世代の方なので、なんかすごくやっぱこういろんな気持ちがね、やっぱり分かります。見ていきましょう。さあ、お二人の今の現状。お、クローバーいいですね。はい。なんかこう幸せそうな 感じがまず見えました。はい、障害とかは、おお、これあの人のカードが出てますね。障害とか対策って意味なんですよね。これであの人のカード、見ていただいている皆様、男性も女性もこれはね、あの人のことです。はい、そしてあの人の気持ち見ていきます。おー、ヘビだ。出ましたね、ヘビ。なるほど。はい、そしてね、心の中の気持ちは2は。なんかね、複雑な恋愛。で、なおかつこのお相手様、なんかね、とてもモテるタイプの人なのかな。はい、お二人。過去のカードを見てると花っていうことで、なんか素敵なカード出てますよ。はい、そして未来は手紙。流れはいいですね、とてもね。はい、そしてブルーのボトルさんが、雲か。なんか今ね、悩み大きい状況ですね、ブルーのボトルさんが。はい、そしてお相手様のとこに子供。ね、最近子供が生まれたり、子供が増えたり、ね、そういう状況で、まあ非常に父性とか母性が強いお相手様なのかもしれません。案外ね、こう、家庭は家庭というか、まあ、そうですね、奥さんと子供っていう感じがするから、案外家庭は家庭で、ね、こう切り分けて、ね、もしかすると考えれる人なのかもしれません。はい、そしてこれがね、アドバイスのところに、ブルーのボトルさんのカードが出ました。なんかね、お二人のカードが揃いましたね。はい、そして流れが、クマ。おー、クマ。はい、そして、タワー。さて、おー、ここで山。はい、結論が、無知か。よいしょ。はい、結論が無知で、一番下のこれ世界カードが2人のご縁的なものと思っていただいて大丈夫。棺桶が出たぞ。 なるほど。なんかね、はい、じゃあもう少しちょっとね、説明をさせていただきますね。お相手様、まずね、すごいモテるように見えるんですよ。なんかこう、なんかね、自分からも行く人だし、なんかね、異性からも来るしみたいな、そんな感じが見えるので、これはね、あ、ちょっとカードが綺麗にならないな。これはね、やっぱり、ブルーのボトルさんからするとね、すごくこう、不安な状況だと思うんですよね。なんか家庭もあるのに、なおかつね、他の異性の影もあるの？みたいな感じで、
そういうことで、こう、先を、この先ね、この恋どうしていったらいいのって感じで、今、ブルーのボトルさんがちょっとこう、気持ちがね、押しつぶされそうになってるのかなっていうふうに思います。で、そう、あの人の気持ちなんですけれども、まあ、ある意味、そうね、ちょっと愛妻家とは違うかもしれないけれども、やっぱりこう、ね、子供のことをこれだけ大切にしてるので、やっぱり関係はバレない方がもちろんいいと思うんですよね。だからそういう意味では、このお相手様はこうかなりこう用心深くしてる部分があるのかなっていうふうにも思います。で、ブルーのボトルさんへのね、気持ちっていうのは、やっぱり、なんかね、こう、このコミュニケーション能力、なんかね、やっぱり一緒にいて楽しいとか、こう、友達が例えば多いとか、なんかこう、ご自分で仕事されてる人もいるのかな？だからそういうところもこう、尊敬するっていう部分で、お相手様としてはあるみたいです。で、これからの流れなんだけれども、こうね、ご縁はね、やっぱり続いていくんですよ。続いていくんだけど、なんかね、今までの方が、どっちかっていうとね、こう、ラブラブ度っていうか、幸せ度って言えばいいのかな。なんか、愛して愛されて、みたいな。そういうものがすごく感じられたんだけれども、こう、これからの恋がね、続いていくんですよ。続いていくんだけどね、ちょっとね、こう、辛いというか、なんかこう、幸せ、嬉しいとかっていうよりは、ね、泣いちゃうこととか、切ないこととか、そういうことが増えていくかもしれない。どうしてかっていうと、やっぱり、ね、お相手様にやっぱり家庭があるっていう、この現実が、この未来がね、すごくこう、のしかかってきそうなんですよ。その、ブルーのボトルさんのことを好きだ嫌いだとか、こう、そういう問題とはまた違った上で、やっぱりこう、家庭がある人、そして、ね、お気持ちのところに奥さんのカードと子供のカードが出てるので、やっぱり家庭っていうもの、そこに相性があるかどうかは別なんだけれども、こう、そこと切り離すことができないんですよね、きっとお相手様は。で、ブルーのボトルさんとしては今でも、ね、今でもね、二人の関係はね、順調にうまくいってるって出てるのに、もうブルーのボトルさんは今不安しかないんですよ。もうこの先これからどうなるんだろうっていう、こう前向きに考えるよりも、なんかこう怖いっていうか、ストレスっていうか、そういうものを強く感じてるような気がする。で、なんかね、こう、このね、喧嘩が多くなってしまったり、ね、言い争いが多くなってしまったりする可能性もあるかもしれない。そして、そうですね、4月ぐらいには、なんかこう、二人の関係が続いてはいるんですよ。続いてはいるんだけれども、こう、硬直状態というか、こう、もう、前にも進めない、でも引くこともできなくてっていう、ちょっとね、こう、辛いというか、こう、障害が大きすぎて、なかなか前に進めない、そんな状態に、なんかね、なるかもしれない。そう、だからって言ってね、離れるとか別れるとかは出てないんだけどね。でも、きっと、ブルーのボトルさんも、こんなに辛いものだと思わなかったっていう状態が、きっと今だと思うんですよ。でも、今よりももっとね、お付き合いが長くなって、好きになっていくと、もうこう、本当にいよいよ、もう動けない？本当に好きなんだけど、どうしよう、みたいな。でも、離れることもできなくて、忘れることもできなくて、みたいな。そんな状態が見えそうなんですね。で、まあ、ここにね、まあ、願望というかね、アドバイスっていう風な形で見ると、やっぱりこれって、ね、ごめんなさい。ブルーのボトルさん次第の恋になっていくのかもしれません。なんかね、とても寂しくて、もしかしたらヒステリーになってしまうかもしれない。もしかするともう先が見えなくて見えなくて、ね、こう立ち止まってしまうような、そんな状態になるかもしれない。でもこの恋を
幸せと思えるか、それとも先が見えないから辛いと思うのかっていうのは、これはね、ブルーのボトルさん次第かなっていうふうにまずは思いました。だからね、こうなんかね、ラブラブですよっていう状況ではないんですよね。過去はね、とってもいいカード出てたんだけど、未来が続くんだけど、なんていうのかな、こう寂しさ、切なさ、そういうのもこういっぱい、そういう感情の方が多くなっていくかもしれない。まあそれでも出会えたことに幸せと思うのか、もう辛くて泣いちゃうのか、やめたいと思うのか、それはもう本当にね、もうブルーのボトルさんが どう考えれるかなのかなっていうふうに思いました。ちょっとあの人の気持ちをね、もう少し見ていきますね。頭の気持ち、心の気持ちということで、あの人の気持ち見ていきましょう。もう少しシャッフルさせてください。はい、じゃあ見ていきますね。あの人の頭の気持ち、はい、和解のカード、心の気持ち、はい、とても素敵なカードが出ました。ベリースーンです。なんかね、やっぱりね、このお相手様がね、ブルーのボトルさんが今ね、やっぱり悩んで苦しんでるのを分かってるみたいなんですよ。だからね、自分にはね、妻、子供いる、でもそれでもやっぱりできる範囲でブルーのボトルさんに寄り添ってあげたいっていう気持ちがすごくあって、もう今すぐね、抱きしめてあげたいね、大丈夫だよってこう言ってあげたいようなね、そういうね、しっかりしたお気持ち、ありますね。だから相性っていうのはブルーのボトルさんにしっかりあるんじゃないかなっていうふうに思いました。なるほど。じゃあアドバイス、はい、こちらのエンジェルアンサーから2枚取っていきましょう。はい、そしてこちらは、はい、ドルフィンさんから1枚取っていきましょうね。はい、じゃあ見ていきます。お、ビッグハッピーチェンジーズ、お、良かったですね。とてもポジティブなカード、 If you believe、 なるほど。はい、そしてこちらはメイクアウィッシュ、これも願いが叶うカード、これ嬉しいですね。いやー、なんか天使様とドルフィン様むっちゃくちゃ励ましてくれてますね。なるほど。あの、今の段階ではね、まあ、このまま行くとなんだけど、1,2,3,4、そうね、やっぱりね、4月ぐらいまではあの、なかなかこう先が見えないような、そんな状態になるかもしれないです。でもきっとね、2人の関係が大きく動き出す、そういう流れは来るよと。そしてね、この恋がうまくいくっていうことをね、自分でしっかり信じようねと。そしてこれもまたね、はい、このカードとっても私大好きなんだけどね、もう願いが叶うんですよ。嬉しくないですかこれね。そうね、願いね、そう、ブルーのボトルさんの願い叶うよって、だから大丈夫だよっていう風に言ってる。このね、辛い状況がね、まあ春ぐらいになったら来るかもしれない。でなったとしても、このあとね、辛い状況のあと、きっとね、大きな変化がやってくるから。でも自分を、この恋愛を頑張るっていう、その自分を信じることを忘れないでねと。あなたの願いは叶うよ、大丈夫だよっていうふうに天使様は言ってるような気がする。でね、そのこのね、辛い状況、もうね、今はこう、もうすでに辛い状況に入ってらっしゃるんですよね。ブルーのボトルさんがね、入ってらっしゃって、もう不安で不安でしょうがないと。お相手のこと好きだからこそだと思うんだけど、でも
あの人のね気持ちはね、このね支えてあげたいっていう気持ちと、やっぱりね好きだよって気持ち、もうこのベリースーン、これが出てるから、お相手様のこの気持ちをいかにブルーのボトルさんが信じることができて、そしてまだ今は結果を求めないという状況に、すぐには無理かもしれない、でもそういうことに持っていけるようになったら、きっとねこれからこの辺りの流れももう少し楽になると思うんですよ。このねビッグハッピーがもっとこう近づいて、なんかこう前倒しになるかもしれない。だからお相手様の気持ちを信じながら、でもまだ未来は求めない、そのスタンスでいくと随分ねお気持ち楽なんじゃないかなっていう風に感じました。はい、これがブルーのボトルさんです。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。